凄まじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんな、オーラに託してくれたんだ。その思いにかけて、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いを背負っているからだ。一方の言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだ。俺がオーラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝って。